リアル。こんにちは、リアルタイムニュースです。大災害で心配なのは家族が無事かどうかですね。威力を発揮するのが各通信会社の安否情報です。今回はこれをまとめてみました。家庭にある固定電話では災害用ダイヤル171が使えます。自宅の電話番号を入れた後30秒の伝言を録音できます。携帯電話ではメールの他に災害用伝言板があります。 i モードなどのサイトに登場するもので100文字の伝言が登録できます。スマートフォンではパソコン用サイト Web171 が使えます。情報を知るにはいずれもアクセスして安否を知りたい人の電話番号を入力してください。確かな情報を得て安心を取り戻しましょう。次回の更新をお待ちください。